ロシア人入植者。アゼルバイジャン、無眼ステップ。セルゲイ・ミカイラビッチ・プロクジンゴースキーにより1905年から1915年の間に撮影。アルメニア、フィオレトボのモロカン派のムラビットモロカン派の長老モロカン派モロカン派とは、1550年代にロシア正教会から生まれたロシアノードの運動である。モロカン派は、 王権神授説を否定し、遺婚を拒絶した。モロカン派の起源は明らかではないが、モロカン派自身は、初代教会に基礎を置いたと主張している。1555年に、有罪宣告を受けたバーシキンに由来するとも言われる。平和主義を主張して、兵役を拒否し、武器を取ることを拒んだため、1660年代から、ロシア社会から追放された。 モロカン派の故障は1670年代に初めて使われた。モロカンはロシア語でミルクを意味する語である。肉食禁止期間でもミルクや乳製品を自由に食べていたことが名称の由来とも言われる。霊的なモロカンと呼ばれた彼らは、帝政ロシアで異端者として罰せられた。誘拐され、拷問を受け、懲役になり、追放され、手足を切り取られ、 殺害された。1800年代のロシア政府の方針は国の中心部からコーカサス山脈中に異端者を追い払うことであった。モロチナ川地方が彼らの土地として与えられた。彼らは農業共同体を形成して隣人のイスラーム教やアナバプテストの影響を受けた。1833年に多くのモロカン派に 精霊の刑中があったと報告されている。ドミトリー・トルストイ伯爵は1869年にリーダーと話し、課せられた刑の根拠を見出せなかった。収監される刑務所の劣悪な環境を見たトルストイは、大公の指示を取り付け、彼の家の近くに移させた。モロカン派は、ドゥホボルと並んで、代表的な合理主義的セクトとされる。また、ムチミ派、 スコプチ、ドゥホボル派等の諸教派と共に、霊的キリスト教に分類される。モロカン派は単一の教会を構成しない、様々な運動の総称であり、神霊派、超約派、土曜安息日派、精霊生命派及びその他の文派が存在している。モロカン派は、古儀式派と混同されることがあるが、彼らは聖教を自称せず、聖教の古い儀式を守ることもないため、 古儀式派には含まれない。主流派ロシア正教会から分離派と別称されることがある点は古儀式派と同じである。ABCD 黒川智文、ロシアキリスト教師教文館、タクソノミー・オブ・マラケイン、プライガン・ニー・アンド・デューク・アイ、ディズニー・キー、ソングス、ホリデーズ、プロフェッツ、コミュニオン・アンド・ブックス・ヨコタ、村上隆行。 第13章小古儀式派とセクト、坂本秀明、中澤厚夫編著、ロシア正教古儀式派の歴史と文化証書店、2019年、360ページ ISBN 978から47億5034万7868。ありがとうございます。